僕の仕事はですね、マッサージセラピストなんですけども、まあ、いかにお客様にリラックスしていただけるかっていうのをすごい重要視してて、まあ、もちろん手技だけじゃなくて、ね、大事なのが五感をね使う満足だと思うんですけど、まあマッサージセラピストの触覚だったり、あとは音楽とか の聴覚、あとは視覚とかですね、そういう癒しの空間の、まあ、見た目という視覚、あとはですねお茶とかをね最後に出す時の味覚で、あと最後が、ね、香りとかの嗅覚、まあ、この5つなんですけども、僕がその中でも一番重要視触覚以外に重要視しているものが、まあ、本当に嗅覚だと思ってますね。鼻から通る香りが、まあ、脳に直接行くんですけども、やっぱね香りの癒しって本当にすごくて、本当にね例えば初めて来たお客さんとかすごい緊張してる状態なんです、緊張状態だと思うんですけども、でそれをねいかに早くほぐしてあげるかっていうので、まずはね香りの力でそのお客様にリラックスしていただく、でそのリラックスした状態で僕たちがねこう修行をやるわけなんですけど、その癒しに必要なのが僕は、まあ、アロマテラピーだと思ってます。アロマテラピーを使うことでお客様もリラックスしますし、自分自身もやっぱお客さんやる前とかちょっと緊張したりとかで、なんかちょっと気分が乗らなかった時とか、そういう時にうまく僕は取り入れてアロマを楽しんでいます。でお客様と僕たちセラピストが2人ともねリラックスした状態でマッサージをすることが本当に僕は理想的なものだと思いますので、やってるこっちもね楽しくなってきますので、ぜひ皆様にもねアロマを取り入れていただきたいんですけど、僕が普段どのようにアロマを取り入れてるかっていうと、このようにですねディフューザーに、まあ、精油を入れて、こちらで匂いを、まあ、このようにね部屋中を香らして、まずはお店に入った時にすごいいい香りだなっていう風に思っていただくために、こちらですねお店ではよく活用してます。であとはですね、まあ、実際施術とか入る際にですね、まあ、僕はこのようにコットンに、まあ、精油を染み込ませてポケットに入れて、こう自分で香りを嗅いでリラックスの状態を作ってってお客さんに入るんですけど、もちろん自分がリラックスするのもいいんですけど、お客様にもねこの癒しをね分けてあげたいって気持ちで、僕はコットンをねお客様の枕元に置いて、お客様にもそのリラックス状態になっていただきます。でその関係が僕は本当に好きなので、ぜひこれすごいおすすめですので、皆さんぜひちょっとやっていただきたいと思います。最後に結構お店でおしぼりとか出すお店多いと思うんですけども、そこにもちょっと一工夫をして精油をちょっと垂らしてあげてね、そのおしぼりを嗅いだ時の顔とかね、まあ、手とか拭く時にアロマの香りがするとね、やっぱお客さんも最後まで香りに気をつけてるお店なんだなっていうふうに思ってくれますので、お客様のためにも、そして自分自身のためにもね、ぜひアロマを取り入れてやっていただきたいと思います。